拡大世話人会ということでご案内を申し上げさせていただきました。しかもかなり急なお呼びかけでありましたにも変わりませず、雨天をついてこんなに多くの皆様にお運びいただきまして、本当にありがとうございます。そして皆様におかれましては、私この間の9月28日の、解散総選挙をもって4期目の12年の活動を無事終えることができました。4期12年にわたってこうやって落ち着いて仕事をさせていただけるのも、お宅の皆様がいつも温かく見守ってくださって支えてくださっていることがあるからにも他なりません。特に先ほど牛島先生おっしゃいましたように、宅においては選挙が続くことになります。大変私もここにできたばっかりだったねとこういう思いがあるもんですから、本当に申し訳なく思いますけども、今回政治の流れは急速に動いております。そういった中でぜひ皆様にもお力を賜れればと思うもんですから、よろしくお願い申し上げられればと思います。本当にいつもありがとうございます。さてさて、もう本当に今回の解散、総選挙、もう本当に急に動いております。なぜ安倍さんがこんなに急に解散総選挙を焦ったのか、私はもう一言言うまでもなく、加計学園森友学園問題でさらなる追及を受けるということをどうしても避けたかった、その一心じゃないかと思うんですね。ご案内のように6月に国会が通常国会終わりました。その後都議会選挙がありましたですね。都議会選挙で大きく安倍さんはこの加計学園問題、森友学園問題で説明してないじゃないかという声を受けて議席を減らし、そして支持率が下がる、こういうことがあったわけでございます。で、私たちはですね、安倍さんがこの問題から逃げる、説明しない言わないでしょ、何も説明しないでしょ、だからこれはおかしいと思って国会を開いてくださいと要請したんですよ。6月の末です。憲法に書いてある4分の1の国会議員のお願い要請があったら政府は国会を開かなきゃならないという、こういう決まり事が憲法にちゃんと書かれてるんです。にもかかわらず待ての暮らせど何も落とさたなし、これが9月28日になってやっと国会が開かれるなと思って、3ヶ月もかかったと思っていたら何のことはない、28日冒頭解散です。しかも一言の議論もなかったですよ。一言の議論もありませんでした。所要時間1分40秒です。普通はですね、国会始まるときにはだいたい所信表明演説をして、そして、代表質問をして、そして予算委員会の基本質疑をしてという、その政府の基本的な方針をきちんと話す場を持つんです。仕事人内閣を作った割には、その私たちは何をやりますということを国会の中で喋ることを一言もせず1分40秒で解散です。このことは私ね、憲法違反だと思ってるんです。だって憲法に開きなさいと、4分の1の要請があったら開きなさいと書いてあるにもかかわらず、憲法を守らなければならないはずの総理大臣が憲法を破ってると。権力者たる総理大臣が憲法を破ったら一体この国はどうなるのかということなんです。私非常にこれ危惧してます。憲政史上初めてのことだそうです。国会が始まって何も議論もしないで解散したっていうのは憲政史上初めて。そんな無理くりなことまでして焦って解散をしたのはなぜかというと、先ほど申し上げたように一言につきる森友学園、加計学園問題でさらに追及され支持率が下がることをどうしても避けたかった。もう一度支持率が下がるともう立ち直れないという思いがあったと思うんですね。で、実は私も夏安倍総理といろんな問題、加計学園問題、森友学園問題、議論しました。で、この問題はですね、スキャンダルの追及の問題ではないんです。これは歴史とした私たちの税金の使い道の問題なんですよ。だって森友学園問題、安倍総理の奥様がご夫人が名誉院長なされてるからかどうか知りませんけども、8億円も国有財産の売り払い価格が値引きされた。
で、この8億円ですね、もし値引きされてなかったらどうなるか。それはそれだけ私たちの税金が安くて済むんです。なぜかというと、国有財産を売り払ったお金は、それはそのまま予算の中に税外収入として入るんです。ということは、この8億円負けられなかったら、値引きされなかったら、私たちの税金8億円分安く済むんです。こういう話なんですよ。大阪の問題じゃないんです。あるいは加計学園問題、加計学園問題、総理のお友達の加計学園、加計幸太郎さんが特別に学校を作らせてもらえるお友達だからということで、おかしいんじゃないかということだけじゃないんです。学校を作らせてもらえるということは、これは補助金をもらえるということなんです。実は私学助成金という補助金がありましてね、これは年間でどのくらいあるかご存知です？結構大きいんですよ。3000億円あります。年間3000億円の予算、この予算に皆さん欲しいということで学校を作りたいと言ってこられるんです。この補助金を出す側、総理大臣、補助金を出される側、加計幸太郎さん、私国会で指摘しましたね。パネル作って、食事、ゴルフ、この3、4年間で14回ですよ、ね、14回もゴルフ食事されてる。しかもそのうちの半分、7回はこの10ヶ月ですよ。この直近10ヶ月、この加計学園問題、学校を作りたいと言って加計幸太郎さんが全国中を歩いてちょうど回られた時期に、7回も連続して集中して食事し、ゴルフをした。私だから安倍総理に聞いたんです。まさかこの食事ゴルフのお金は向こうに持ってもらってないですよねと聞いたら、安倍総理は、いや、ゴルフは私が払ってますと。当然私聞きますよね。じゃあ食事はどうですかと聞いたら、食事は自分が払うこともあるし、相手方に払ってもらったこともありましたと、食事をご馳走になったことを認めたんですね。ここなんです。平気で安倍総理おっしゃいましたね。でかつ私ね、そこまでゴルフをし、食事もし、7回14回ですよ。だったらお友達が学校を作りたいというふうに言われていることを安倍総理知ってたでしょと問うたところ、安倍総理は、いやいや、それは全然知りませんでしたと、この冬まで知りませんでしたと。まあ、その瞬間、予算委員会のあの部屋の雰囲気がね、全体うさやろうもんってこんな感じに当然なるわけですよね。で、やっぱりこの問題おかしいのはですね、例えばですよ、私は大蔵省財務省にいました。予算を出す側、予算をもらう側、あるいは許可を出す側、許可を受ける側、絶対に食事をおごってもらったり、金品をおごってもらったり、あっちゃいけないんですよ。公務員の懲戒処分になるような問題なんです。クビになるぞと言われるような問題なんです。例えばタクシー役所、あるいは佐賀県庁で認可を出す人がですよ、業者さんから接待されて食事をしょっちゅう送られてた、これ大問題になりますよね。そのことを安倍総理に問うてるにもかかわらず、非常にのらりくらりとして答弁、言葉は少々丁寧になってました。しかし本心として悪いとは思ってない感じが、私予算委員会で直接議論して思ったんですよ。あ、この人はどこが悪かったとかなと本気で思ってると私思いました。だから言葉は丁寧になってますけど、本気でこのことを改善しよう、反省しようとなってないんです。で、かつですね、かつその議論の後、この夏以降ですね、新たな実は事実関係も明らかになってきてたんです。新たな事実関係も明らかになってきてるもんだから、この国会が始まった時にはさらにその問題が追及される、これはたまらんということだったと思うんですね。そのためだけにですよ、そのためだけに解散したい。折しも私たち民進党、不祥事があったり離党者が出たりしてガタガタしてる、今なら勝てる、今なら自分にとって都合がいい、そういう判断のみで衆議院を解散する。この選挙に費やされる私たちの税金600億円です。1年3ヶ月まで任期を残しています。これが本当に一国の総理大臣としてやるべき判断なのかと。なぜあれだけの問題を抱えながら、あれだけ国民の皆さんから説明してくれ説明してくれと
都議会選挙でも大きく問題になったようなことであるにも変わらずですね、相変わらずどこが悪いのかという風で風でですね、衆議院の解散もパーンとあれだけできちゃうのか、これは私ね、やっぱり安倍総理がやはり数で今勝ってるから、かつ今度も選挙で勝てばよかろうもんと、今なら勝てるから、選挙で勝ってしまえば自分の数が多くなってしまえば今ならなれるから、この加計学園問題、森友学園問題を全部、それこそ小池さんじゃないけどリセットだと、そういう思いがあると思うんです。だって加計学園の最終認可の期日、いつ出るか、いつ審査されるか、これ10月の末なんですよ。微妙だと思いません？すなわち10月22日に選挙の結果が出て、そこで自分たちが勝ってれば、あ、信任を得たということで加計学園問題もこれ終わり、認可与えて、はい、これでよかったと、こうなるということを考えたじゃないかと思わざるを得ないですね。こんなに私は国民を馬鹿にしたことないと思うんです。これ全部私たちの税金が絡む話、それをこんな形で帳消しにしてしまう、それを良しとする、やはり一強独走の弊害の大きな私表れだと思うんです。だから絶対に安倍総理の一強独走は今度こそ止めていかなきゃならんと私は強く思います。その思いの中で私たち民進党はこの間9月28日党として両院議員総会で大きな決断をしました。小池さんが党首となって代表となっている希望の党と合流していこうという判断です。これには少々異論ももちろんありました。そして私自身も、民主党民進党として12年間国会議員として活動してきた自負もこれありですね。やはりいろんな葛藤や思い、これもありました、今でもあります。ただひとえにですね、ひとえにこの安倍政権のこの独善的な独走するあり方を止めていくための大きな塊を作っていかなきゃならん、バラバラになっちゃいかん、できるだけ大きな塊を作っていかなきゃいかん、私たちはいろんな思いはもちろんありますけども、でも名も捨て、この自分たちの身を捨ててでもですね、身を捨ててでも合流した形になって大きな塊を作って対抗していく、そういう勢力を作っていかなきゃいかん、そういう思いで今回それこそ崖から飛び降りるような気持ちで私たちも判断してやっていこうという決意をしたんです。非常に先ほど申しましたように私自身も内心思うところは多々あります。でもひとえに全国で大きな流れを作っていく、そのためにここは決断をしていきたいなというふうに思った次第なんですね。いろいろその後ですね、候補者の選別がある、排除される等々で皆さんご心配もいただいていると思います。ただこれは候補者を調整するとかですね、政策をきちんと一定程度固めるとか、いくつかの超えなければならないハードルがありましたものですから時間がかかっています。ただ明日頃にはですね、もう時間もありませんから、きちっと全体的な枠組みを候補者も含めて示していけるような形になるというふうに思います。そして私自身はこれまでの考えをきちっと自分の考えを持ちながら、先ほど申しましたように希望の党と一体になることになって合流しながら、全体のこの安倍政権を止めていく大きな流れを作っていきたいなというふうに思っています。いろんな思いのある中でこの安倍政権を止めるもの一点で皆さんと一緒に頑張っていきたいというふうに思います。そういった中で私はこの3年間この佐賀2区前回選挙から必死に歩き回ってまいりました。来る日も来る日も必ず土日は佐賀に帰ってきて、土日じゃない時でも時間があったら帰ってきて、とにかく電話一本で大串博士という思いで歩き回ってきました。それは皆さんがここに出てこんねって言ってくださったからができたことです。この祭りのありよる出てこんねって言ってくださったからできたことです。ここで山谷町をしよるよ出てこんねって言ってくださったから可能になったことです。そうやって皆さんにアドバイスをいただき、手を引っ張っていただき、情報をいただきながら、
私自身とにかくこまめに歩いていこうと、一歩一歩一軒一軒歩いていこうという思いでこの3年間歩いてきました。事務所の皆さんも本当によく頑張ってくださいました。皆様がいろんな情報を届けていただき、お支えいただいた結果です。それをどうしてもやり抜きたかった思いはたった一つなんです。今度は小選挙区で勝つ、絶対に今度は小選挙区で勝つ。その1年前回正直言って悔しかったです。前の選挙区が新しく変わって、こうやって新しい皆さんと新しい活動を始めさせていただいた、これは本当にありがたいことでございました。しかしたった選挙区変わった後1年間で選挙になってしまって、十分皆さんと一緒にこの地位を歩き回ることがないままに選挙になった。私悔しかったです。こんなもんじゃないと私正直と思いました。とにかくこの次までは歩き回りに歩き回って、絶対に全ての皆さんと顔を合わさせていただいて、そして次こそは、ああ大口さんあんた知っといよ、応援するよ、全ての方に言ってもらえるようになって選挙区で勝つ、そういう思いでこの3年間走り回ってきました。私はその思いを今回皆さんと一緒に、皆さんと一緒に達させていただきたいというふうに思います。その上でその力が安倍政権の独走暴走を止める佐賀2区からの一つの力として全国に広がっていけばいいなと私は本当にそう思います。ですからぜひ皆さん、選挙まで10日まであと約10日弱1週間ほど、ぜひ講演会活動の輪を広げていただいたら本当に幸いでございます。そして選挙が始まった後は全力で私も走り回ってまいりたいと思います。あと全てが終わるまで3週間です。この3週間の間、最後の最後までこの3年間歩き回ってきた皆様に手を引っ張っていただいて歩き回ってこさせていただいた、その思いを胸に絶対に最後に1票でも勝つ、2票でも勝つ、その思いを持ちながら全力で走り回りますことをここにお誓い申し上げ、皆様のお支えを切にお願い申し上げさせていただきまして、私からの状況の報告に返させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。